飲むだけで痩せると話題のアイドル水についてご質問いただいております。今回はそのご質問に対してお答えしていきますね。その質問とはこちら、1日かけてどれぐらいの量を飲んだらいいんですか。またその飲むタイミングによってこう痩せやすくなるんですかというご質問がいただいておりましたのでお答えしていきますね。で、このアイドル水の作り方、ベースのレシピとアレンジレシピ、こちら、詳細欄にリンクを貼っておりますのでそちらもチェックしてみてください。では早速本題に入っていきましょう。まず1日の摂取量、目安は緑茶の場合は 500ml、ルイボスティーの場合は1リットルほど飲んで良いと思います。その理由なんですけれども、まずこの緑茶と言いますのはカフェイン飲料なんですね。ですからやはりこう飲みすぎてしまうと良くないんです。なぜかというとその消化に負担をかけてしまうからなんですね。で、また交感神経を刺激しやすい飲み物ですから、疲れている方はですねますます頑張りすぎてしまうという、お体に負担をかけてしまうリスクもありますから気をつけてくださいね。で、逆にこのルイボスティーはノンカフェイン飲料ですからそういった負担はかからない。で、またこの2つ両方とも脂肪燃焼効果がありますから、どちらにしてもその日の、お好みで飲んでみてもいいと思うんですね。ですからまとめますと、1日の摂取量はそのカフェイン飲料なのかノンカフェイン飲料なのかによって違うんですよということです。では次、飲むタイミングですよね。せっかく飲むなら痩せるタイミングで飲みたくないですか。そこでワンポイントおすすめなんですが、まず朝起きて一番に召し上がってください。で、これはやはり朝起きた時はですねまだ腸が動いていませんから、朝一番で飲むことでその腸に良い刺激が入って、お腹もすっきりしやすくなりますし、またこの材料にレモンも入ってますから、そのさっとですね朝こう気持ちよく起きれる、目覚めることができる、原動力にもなるわけです。そしてその朝一番にですね、先ほどの目安お伝えしました、この量を一気に飲むのは NG です。そんなにこう一気に飲んでしまわれても吸収できないからなんですね。ここでポイントです。その飲み方のポイント、1日かけてこまめに飲みましょうということなんです。その量なんですけれども、小さめのコップに1杯程度が1回分の量です。測るとそうですね、1カップぐらい、200ml ぐらいが、マックスの量と覚えていてくださいね。ですから大体、その方のその摂取量にもよると思うんですけれども、個人差がありますが、大体この量を、1日に 4,5 回かけて分けて飲むと、そういった量に抑えることができますからおすすめなんです。で、またせっかくダイエット目的でこのアイドル水飲んでいるあなたはですね、ここ最後ポイント、間食の代わりに飲んでみてくださいねということなんです。実はですね、この間食をしてしまうのが一番やっぱり太ってしまう原因なんですね。その度にインスリンという、別名いいその太ってしまうですねホルモンがあるんですけれども、そのホルモンをその食べるために出してしまうとね、太ってしまうんですよ。いくらそのカロリーがそこまでなくても太ってしまう。ですから何かこう食べたくなった、お腹が空いたなっていう時の代わりに食べるのではなくて、このアイドル水をちょこちょこそのこまめに召し上がっていただくと空腹感も抑えることができますからおすすめなんです。さあいかがだったでしょうか。アイドル水の1日の摂取量と飲むタイミングについてお伝えしてきました。この目安をあなたはですね取り組むことで、さらにこのアイドル水の痩せる効果がアップして健康的で健に痩せることができますね。さあいかがだったでしょうか。この動画チャンネルではこのようにさまざまな腸活法や健康法などをお伝えしております。そのことで女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし嬉しいです。
それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。